ある朝、ひたすらインパクトバッグを叩く男、これあり。プロからお借りしました。どうですか？それを叩きに行った時に、じゃあ自分のその体の動きがどうなってるかっていうのを一回打ち終わった後の自分のこの体を見てもらった方がいいかな。見てください。こんなに踏ん張んなきゃいけないんですよ。それぐらいここでインパクトするときにしっかりしてないと叩けてないじゃないですか。ボールに対して体重が伝わってないじゃないですか。そうですね。そのインパクトをまずこう緩ませないっていうのが一つも目的なんですけど、僕はどっちかというとこういう、そうなんですよ、そうなんです、ね、そうするとそんな音が出ないじゃないですか。そうこうですね。そうです、こうじゃなくて、そうです、しっかり踏ん張って、そう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 、それぐらいしっかり打たないと飛ばない、飛ばない。そのちょっとシャフトがこうしなる、うん、練習器具なんですけど、それでどのぐらいしなってくるか、ほら見てくださいよ、これ全然違う。ちょっとプレイちょっと見せてください。そうですね、ここに対してっていうぐらい叩く、これ布団叩きみたいなもんなので、これを叩く、それぐらいこうガッて踏ん張る。そうやってみるとどこで力入れるかも分かりますね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。これやってるとだんだんこう自分がどこでこう力入れなきゃいけないかっていうのが分かってくるんで、やっぱね、僕なんかここで力入れちゃう。そうなんです、ここでここからこれを持ってくっていうぐらいの力がないと当たり負けしちゃうので。そうですよね、はい、そうするとここら辺でヒュンって音が鳴るんですね。そうなんです、そうなんです。で、それをこう素振りしていくとだんだんこっちの方で音が鳴り始めるので、これを続けるとインパクトも強くなるし飛距離も出るし、当たった以降のスピードが落ちる。 こういうのってネットとかで売ってますよね。これポチポチしたら出てきます。ポチポチしたら出てくるんで、ぜひ皆さんも試してみてください。わかりました、はい、ありがとうございます。あれは普通のクラブで打たないようにしてます。やっぱこういう破けますよ、ね、そうなんです、そうなんです。こういうのとかはしなりやつの方がいいですね。しなり柔らかい素振り棒みたいなやってます。もう一丁プロ、はい、まあ、林の中というか、そうですね、台がねちょっと多いですからね、こういうね、はい、で2箇所でちょっとチェックなんですが、こっちからだと、まずこっちからだとそのピンの方向、グリーンの方向に大きな木があるので、これを無理してしまうと手前のバンカーに入ってもう一回木に当たって同じところに来てしまうっていう確率がとても上がってしまうので、もう このラインだったらこっちの広い方に 横に出す、はい、横に出す、無理しない、無理しないで、もう3打目とか4打目きっちり寄せて、まあパーボギー、まあ、まあ悪くてもダボで抑えるっていう、うん、はい、まあ、こういう時に万が一で狙ってダメなんですね。なあ、絶対ダメですこれ。僕自分の腕前はさておいて、はい、ここ狙ったりしようとするんです。あ、ここって私漫画とかで見たことありますけどね、ここ漫画とかだったらあるけど、やめた方がいいと思いますね。はい、いや、もうここは確実に横に出す。これはもう横のこっちのバンカーにもかからない、こっちのラインにも出した方がいい。一回見せて。わかりました。7番です。私が今思ってるのは一応なんかオーソドックスに7番かなと。もちろんその状況にもよりますけど、こっちにこういう状況だったらもう無理せず、でもガツンって打ちすぎると反対の難しいラインに行ってしまうので、これでちょっとアプローチする感じでやりますね。こんな感じでこう出す、これでちょっとアプローチする感じでやりますね。こんな感じでこう出す。今だったら7番で打ってるんですけど、まあ、ちょっと低すぎちゃうんで8番でもいいですし9番でもいいですし。じゃあちょっと僕も一回、もちろんもちろんやってみてください。じゃあ僕8番でやってみます。はい、でライが悪いので真ん中よりは右に置くんですよ。真ん中より右、はい、あとは短く持ってしっかりアプローチをする。これソールしていいんですよね。もちろん。ちょっと右に置きすぎですね。
久保さんちょっと右に置きすぎですね。それだとこういうことがよく起きるんです。ちょっと右にありすぎですね。今のだともうちょっと真ん中でいい。あ、そこでそこで大丈夫。めちゃくちゃ顔がってます。大丈夫ですか小田さん。小田さん、小田さん、アプローチなんだこれ。あんまり左足体重にも乗っけなくて大丈夫ですよ。はい、でもこれ出ればまずそこの木とを越えていくってことがまず大切なので、もう一回やります。結局その右に置きすぎて小田さんの場合左に体重かけて、なおかつここでもう詰まるのは分かってるんで起き上がる。そこまで右に置かなくても小田さんスタンス広いですね。はい、アプローチなので、オッケー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 、こうやって横にまず出すっていうのが、はい、まず第一条件。なるほどですね。この状況はですよ。じゃあ今度そちらの場所、はい、はい、こっちはあのピンの方向にちょっとピンの方向よりも左サイドも空いているので、はい、これだったら私は行ってもいいと思うんですよ。グリーンを狙うんですね。グリーンの方向に狙ってっても、はい、いいと思います。ちょっと同じ7番で行ってみましょうか。こうグリーンの方向に打っていけるので、でこうグリーンの方向に打っていけるので、はい、この状況だったらもうピンの左サイドのところに行ければいいので、はい、これをわざわざ横を出すのは逆にちょっともったいないなと思います。もうすでにちょっと手前打っちゃってるんで、ちょっと進みで、はい、しっかりアプローチするみたいに。で布団叩きと一緒です。結局インパクトは緩んではいけないので、 OK OK いいと思いますよ。 OK OK いいと思いますよ。もうちょっとしっかりあの打ちに行ってもいいと思います。こういうのっていうのはちょっと打ち込みに行く感じですか。打ち込みに自分が行かないで、このヘッドを打ち込ませないといけないので、打ち込みに行くって、はい、打ち込みに行くと自分が打ち込みに行ってしまうので、このヘッドを打ち込ませないといけないです。そうナイス、そうナイス、ナイス、なるほど、ナイス、素晴らしい。ヘッドを打ち込みに行かせる、はい、あの小僧さん打ち込むってなると自分が打ち込みに行ってしまうの。これ結構皆さん誤解されてるんですけど、打ち込むって作業は自分が打ち込みに行ってしまうと体の軸も全部ぶれてしまうので、このヘッドを打ち込ませなきゃいけないんですよ。今の完璧ですよ。わかります。全然違う。で余計な動きしない。そうなんです。だからもう自分はここにいて、あとこのヘッドが打ち込んでやってくれるので全然違うんですよね。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。林七香から以上でした。今回のようなベアグラウンドや林からの脱出での番手選びのコツは、私はこのまあ変な話、このアイアンの高さってある程度自分で番手によって決まってるじゃないですか、うん、その高さ、まあ、まあ練習ももちろんしてきてますけど、その高さをイメージして、あ、ここだったらこの番手で、あと木には当たらないなとか。でも逆に例えばこれが5とか6だとこの土手に低すぎて当たってしまうので、でもそこのこの中間のここを抜ける番手を選んで、でここで3度とか持ったらもう絶対当たっちゃうんで、はい、そうなんです。なので、距離が例えば距離だけで言ったらもう90とかでももう8とか9とかで打つっていう、はい、そういうのが大切かなと思う。番手選びすごい大事なので。でも逆に言うと日頃から自分の7番アイアンはこれぐらいの高さに上がるっていうのをある程度、はい、理解してないと思う。あの1番手でも2番手でもいいので、自分の当たった時の高さというのを分かってないと、あの林の中入った時のリカバリーができなくなってしまうので。そうですね。なおかつこうやってライが悪い。そうなんです、そうなんです。あんまり触れるわけじゃない。そうなんです、そうなんです。なので番手、まあ、自分の中で
一つでも二つでもこの高さだったらこの番手で出るっていう何か自信をつけていただけたらいいかなと思います。このチャンネルはチェリーゴルフの提供でお送りいたしました。